はい、どうもヒロです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。今日はですね、スタジオでヘッドホンプレジデント全員勢ぞろいでお送りしたいと思います。はい、どうも皆様ごきげんよう。ごきげんよう。今日は何をやってました？秘密のですね、うん、作業ですね。やってました。あのちょっとね、地下にこもって、うん、地下地下にこもって、まあ 地下ですね、地下にこもって、あの我々とあるプロジェクトのために動き始めておりましてですね、まだあのこれはね内緒なので、内緒、あの、はい、ちゃんと言える時が来るまではあの皆さんちょっと何が毎回そういうこと言ってますね、はい、そうですね、普通に言うと、うん、あの作業が遅れてるだけなんですけど ね、まあでもいいんです。まあもういろいろとほら世の中あるんでね、ゆっくりと納得のいくものを作りたいなと思っておりますけれども、はい、なんかね告知がね、そうなんですよ、結構ありますね、言うことが、言うことあるんですけど、うん、まずはあのもうSNS 等で、はい、あの発表されておりますけれども、まだちょっとさ、うん、ちょっと先なんですけれども、また今年も、はい、仙台のサウンドオブデッサンの方に出演が決定しました。またじゃないですよ。またなの？失礼ですね、あなたは。毎年毎年デスクのイベントには必ずお邪魔することになっておるじゃないですか。だって去年の11月だったっけ、はい、行ったばっかりじゃないか。いや10月とか、あれ9月でしたっけ。9月だな。9月か秋ぐらいか。いやだから1年後でじゃないですか。でまあ今年も ね、とにかくあのまたあのお誘いいただいて、はい、まあ、今回またさの仙台のマカナさんの方で、マカナさんで、マカナさんで、マカナですよ、はい、で9月の24日でございますよ皆さん。対バンもまたすごいメンツでございましてですね、で私も今から楽しみにしておるんですけれども、はい、まああのまたちょっと先なんですけれども、あの2022年9月の24日、はい、仙台で、はい、サウンドオブデスにまた出演させていただきますので、ぜひぜひあの来ていただきたいなということもありますけれども、うん、また状況がわからないんですけど、今回もまたあの配信、うん、生配信もやるそうなので、あの来れないよという方はまたそちらの方も予約していただければ、ツイキャスでしたっけ、ツイキャスで、うん、あの見れると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたしますということでございます、はい、まあその頃には1曲や2曲、うん、ヘッドホンプレゼントの新曲が聴けるんじゃないかと私は思うんですけど、どうなんですか、成美さんもヒロさんもバッさんも誰なんですか、はい、もうね言われてます、ね、言われてますよ、いい加減新曲早くよこせって、よこせって、よこせって皆さん言っております、うん、本当本当ですよ。なんかでもさ、いつもさ、やったらやったでさ、なんまたそれであれですか、はぁ、あ、みたいな感じ、そんなことないですよ、新曲はぁ、違うんですよ、新曲はぁじゃないですよ、うちのファンはねうちのファンはね、皆さんね、あのちょっとね、あのそういう自分の感情表現が、ね、苦手な方なの、内心ではイエス来たっていう感じなんですよ。そうですよ、表に出さない派、いやいや、そう、そう思ってる気持ちを出さない派、そうそうそう、出す人ももちろんいますけど、比較的出さない方が多いかなっていう印象はありますけど、じゃあ逆にこうもじもじしてる方が、はい、内心は喜んでくれてるみたいな、いやどうぞ皆さんに聞いてみてくださいよまあでもあのですね、成美さんのにはもう分かりやすいように、あの来たっていうのはあのちょっとあの分かりやすく皆さんね、ちょっとあの教えてあげてください。まあそんな感じで9月の24日はもしかしたらワンチャン新曲もこう披露できるんじゃないかと思いますので、なるほど、必ず皆さん仙台来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。そんな感じでございますね、はい、はい、じゃあね、はい、仙台924決定ということで、はいはい、またお世話になります、ね、はい、会場でお待ちしてます、会いましょう。ヘッドホンプレジデントでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。